どうもクーニーです。本日はサウスポー野球大会ブロック準決勝ジャンク BC 戦をお届けいたします。本日のオーダーはこちら。クーニーは9番センターで出場します。まずは1回の裏、グッチが先発ですがエラーから少し崩れます。このエラーをきっかけにフォアボールなどでピンチを広げていきます。満塁のピンチ、そして迎えるバッターは強打者。ここで特大のスリーベースを打たれ3点を先取されます。めちゃくちゃ飛んでました。この飛ぶ秘訣がですね、やっぱりヘッドを下げていってるんですよね。グリップを下げていって最後しっかりとインパクトしていると、これが飛ぶ秘訣です。さあそして2回、ジャスティス上野、内野ゴロに打ち取られます。続いてコウ、最近バッティングを変えてますが変化球に空振り三振。本当にねピッチャーが手元で結構動いてくるんですよ。続くブンブも内野ゴロで凡退。そしてピッチャーグッチ2イニング目、ワンアウトを取った後フォアボールを出します。調子の上がらないグッチに変えて矢内をピッチャーにします。サードグッチ、ピッチャー矢内で再スタート。その矢内ですが牽制でアウトを取ります。やっぱ牽制早いな。そして変化球で打ち取り、この回流れを作ります。矢内が流れを変えた。そしてバッターは先頭矢内から、なんかやってくれそうだな。バッティングは得意じゃないと言ってるものの、流します。そしてこれが長打となりツーベース。外のボールをしっかりと最後ヘッドを立てることで切れないと、これがフェアに入れる秘訣ですね。そして9番クーリンに回ってきます。チャンスだ、打たねば。まずは初球はスライダーでストライク。そして2球目またもよスライダー、やや引っ掛けます。そして3球目高めのストレートで3球三振って、おいザコケやらかいよ。続くリオ、ライトにヒットを打ちます。チャンス拡大。続くリオが盗塁してワンアウト2、3塁のチャンスを作ります。そしてバッターはタカ、ここでピッチャーゴロ、矢内突っ込めず得点入らず、ツーアウトで折笠、内野ゴロでアウトとなり無得点。クーリンズチャンスを作るものの残塁です。さあそして3回ですが、矢内先頭バッターにデッドボールで出塁を許します。しかしここでも牽制でアウトを取ります。以降ランナーがリードすることはありませんでした。これ以降制球もよくバッターをしっかりと抑えていきます。さあここからクーリンズ怒涛の攻撃だ。4回表ジャスティス上野、しっかりと間を抜きヒット。続くコウ、高めの球をセンター前ヒット。これで1、2塁のチャンス。ここで迎えるバッターは最近好調のブンブンだ。
ブンブンが外の球をしっかりと粘りタイムリーヒット2点が入ります。ブンブンのスイングのいいところはこねないところ、日頃からこねないスイングを心がけているので外の難しい球でもしっかりこねずに当てることができました。続く矢内、いい当たりライトフライ、犠牲フライでは十分かと思いきやレーザービーム、グッチすごいな、得点ならず、ライトすごい。さあそしてここで先ほど3球三振のクーニー、雑魚キャラの登場か。さあ行け、頼む、行ってくれ。デッドボールだ、エルボーカードしてなかったからちょっと痛かった。さあ1番に帰ってリオ、ナイスバッティング、クリーンヒット、これで満塁のチャンスとなります。ここで今シーズンキャプテンの高に回ってきます。しかし打ち損じてフライアウト、またもや空率残塁、1点が遠い。5回の表ジャスティス上野が見せます。インコースの難しい球を智弁和歌山甲子園1回戦勝利おめでとうツーベースを放ちます。しかしその後後続は打ち取られ得点ならず、回は6回表ワンアウトからクーニーがクリーンヒット、スライダーを弾丸運びます。しかしここも後続が続かず残塁しまくりのクーニーズ、いよいよ最終回になってしまいました。最終回バッターはこう、変化球を流して出塁します。続くグッチ、デッドボールで出塁、ワンアウト一塁でブンブン、とにかく思い切り振って自分の後悔のないバッティングをしろと送り出し、めっちゃいいヒット、センター前にヒット、そして王が帰ってくる、同点、最終回追いつきました。ブンブン勝負強いな、この日3打点目、危ねえ、ピッチャーにもうちょっと取られそうだった。なおも逆転のチャンスで矢内、今日は持ってる男、しかしここは空振り三振ということで延長戦に突入。延長戦はタイブレークでワンアウト満塁からのスタート、打順は誰からでも OK だったのでクーニーはジャスティス上野を推薦したんですが、お前が決めてこいよ、明日新聞に乗れよということで、分かった、じゃあ新聞に乗ってくるぜということでクーニーが打席に立ちました。満塁の場面でしたが、とにかく緊張することなく自分のバッティングをしようと、この打席に関しては来た球を打つ、シンプルに考えておりました。まず初球はスプリットを見送ってボール、そして2球目外のストレートをライトクリーンヒット、これがタイムリーヒットとなります。カウンタースイングを振ってからというもの、外のボールは手を出せばヒットになる感覚があります。外がめちゃくちゃ近くなるのでリラックスして打てました。これで1点が入り、裏の守りワンアウト満塁から矢内粘れるか。打った、サードゴロ、サードベースを踏んで完成、試合終了、4対3でクーニーズが逆転勝ちということで、明日のサンスポクーニーズが掲載されます。
なので買ってくださいね。そしてジャンク BC さん、ありがとうございました。決勝戦頑張って勝ちます。今日の動画は以上です。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。